ほら来た。イエス。ほほほ。お願いします。クリーナーポリスって弾いたら何も言えんのよな、マジで。それはそうよ。すごい、ハテナっていうところも原産ハクリスのこと思ったら、なんかまだ議論続いてて。まあ、イガコさんがクリーナーの時だけあるんかな。クリーナーを持ってた。イガコがクリーナーの時だけだね、原産目線は。そうだね、うん、ちょっと否定できないしね。うん、赤が一枚残ってるにかけるしかなかったですね。そうっすね。ありがとうございます。ほら来た。イエス。ほほほ。だま、はい、あいいね、あら、キラ、とてもいいですね。あら、あらどうしたの。とても良いんだ。とても良いです。とても良いな。とても良い。とても良いんだ。すがしい気分です。どうされました。ゲンです。サバイバー使用します。切られて孵化しました。あら、今後よろしくお願いします。どうなの。ちょっと待って、盾使ったなくて切られて復活したの。そう、盾使って、うん、あ、盾使ったの。そうそう、もちろん。あ、使った。山尾さんはネズミも来たし、挑発も来たの。いや、挑発は来てます。ネズミは来たんだなって今思いましたけど。いやいや、そんなことない。そうね、堂々と出てきた。挙動不審か。結構山尾さんが人外に見えちゃってるから先に使用欲しいかも。あー、マジっすか。なるほど。僕は、ルクアウトですか。あ、違います。うん、まあ、言うしかないか。トラッパーでスナッパーアイさん家に仕掛けて誰もかかってません。はい、来た人。あ、いないんだ。スナッパーアイさんが赤のルックアウトに見てます。だとして、リョモウ君を止めた人とかさ、引っ掛けた人とかさ、あのどっかで引っ掛けた履歴がある人が出ない場合って、別にリョモウ君が赤だったら、うん、じゃあ何してんねんって話になるか。はい、うん、そういう仕様を待ってます。リモさんは誰も引っかかってないでしたっけ。はい、僕は引っかかってません。じゃあ、まあ、スミレオスがバカで進めたいなっていう気持ちでいい。まあ、スミレオスがバカか、リモさんが原産地って切ってるかどっちかしかないよね、多分。まあ、なるほど。まあ、リモさんの能力使っててスナパイさんちにガラ結果持ってる可能性も全然あるけど、うん、だからトラッパーでっていうパターンもあるかなって思った、うんうん、それはスミスミバカじゃん。原産者の人犯人が赤ルックで、そう、スナパイさんの能力を使ってて、からだったら別にトラッパーで出ても変わらないから、結構。俺もそれはあるから。でもそこでトラッパーっていう必要なくない。いや、ルックって言ったら、そう、ずらした方がいいし、そもそもスミスミが、ルックって聞いたから、ずらした可能性もあったら。うん、それはそうね。すいません、出るか出れないかは任せるんですけど、はい、マチカちゃんちで踏んでます。はい。踏んでる情報を落としたかった。うんうん、引っ掛けた罠は本物ですよって主張ね。そうです、うんうん、素晴らしいです。隠滅です。タダノンが挑発魔術です。はーい、はーい、はーい。これどうなん、リョモ君に挑発した人なんだったら魔術は挑発してないです。はい、してない。これさ、ゲンさんに襲撃が入ったのが事実だったら多分情報出すべきなんだろうけど、うんうん、ちょっと、うん、流れ悪いね。悪いね。あ、じゃあ言っとくわ。挑発です。リョモさんのとこへ。やっぱり繁盛の戦いが一番好きですかって聞きに行きました。英語だし釣っちゃダメなんですか。いや、いやです。普通にありやと思う。あ、マジか。あれだと思う。もう僕が減ってからの方が危ないよ。普通に。リョモーさんちりなんだ。普通にマジであれだったしかないかな。たぶん僕塗られてるとかもあるまとまなとちょっと思ってました。あ、全然違う。全然違うんだね。一応考えるよ。よし。さすがに赤一人倒したよ。ボマサバか。なんか飛んでね。魔術と思われてた方が無難。吹き飛んでる。おー、いいね。はいはい、めちゃめちゃいいね。
ネズミね。ないよ。ネズミね。だから結果が違うってことね。あら。うわー。あ、毒なんだ。まあ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 。うん。あら、いいとこ。あら。あ、死にそう。死にそうじゃん。死にそう。はい。タノノンの結果が。マスミ戦の赤トラッパー。うん、まあ、ね、順当順当な結果ではある、まあ、順当赤くせえなとは思って見に行ってるから、うん、船はいますからね。トータスが伊賀子さんちかな。ふんふん、うんうん、飽きてるね。ふん、伊賀子さんは絶対切れないですね、この二人は。そうだね。まあ俺の目線は伊賀子バカになるからな、うんうんうん、まだ魔術生存なんで、うん、動かさせてほしいんだけど、今2日間かけて全く犯人を追い詰める結果はもらえてないんだけど、一旦シンシンの結果はもらった。うんうん、シン主張したいよってことですね。わかりました。そうそう、うん、はい、スミさ、センノちゃんの仕様が聞きたいかも、まあ、だってセンノちゃん人外なんだから、うんうん、アルトニキルック誰も来てないバカなので、正直何言われても仕方ないなと思ってます。アルトニキの家に行った理由じゃないですか。行った理由は、誰も来てない、何も言ってない人のところに行きたいなと思ったから、その中から選んでって感じです。なんかインベの思考だけどルックなんだな。ルックなんだよね。そう、インベの思考だと思う。俺インベだった俺アルトニキ行ってるもん。あ、イガコ来てんのね。完全にバカやん。過去ちなみに結果は、あ、インベトラッカーだけど、まあバカ確定したんで見せてください。なんでバカ確定、まあ、ん釣りかな。あ、だってただのの結果が違うから。そうそうそう、うん、あ、違う違う、センノちゃんがね最初にいらっしゃる。あ、そうそう、それはあれだよね、まだ、うん、確かにそうだね、うん、あ、アルトニキの家に行った理由のやつですか。あ、違う違う、センノがバカ、リアル前にバカなんだけどって言ったから、誰もアルトさんち行ったなんて言ってないけど。そうそう、バカ近く早くないっていう話でしょ、うん、その前のターンでなんかバカ隠したの。してない。踏んでる、馬の踏んでるから。で、誰か、あの、ゼロ人だったからまだバカくくしてないけど、ほぼバカかなみたいな感じで思ってました。ゼロ人だからという理由だけで、うん、ああ、戦の処刑かな、しかなくないかな、うん、で、明日俺が撃たれるわけか。俺の可能性もあるで。まあ、どっちかだな。しかも、無難な、無難なところここら辺だから。ゲンさんではないと思います。ゲンさんは違うと思う。ゲンさんではないと思う。いや、わかんないけど、ゲンさん俺を撃つの絶対間違ってないもんだって、私撃つと。あんた撃つのか、俺のこと。あ、ぶっちゃけここで何人外が釣れるかで、だいぶ。いや、まあそうなんだよね。ただのの目線赤じゃん。俺の目線赤なんだけど、まあでも人っぽくねえなっていうのだけは共通だよ。そうなんだよな。ゴーストはない。あ、僕死んでる。あ、僕死んでる。皆さんさようなら。皆さんさようなら。おめでとう。そっちね。そっち撃ったのか。そっちはまあ仕事終わってるからね、そっちもね。2発撃ってるから。おめでとう。生きてた。うん。もう1日。結果どうぞ。結果、ちょっともろもろ撤回したいんですけど、僕トラッカーで、アルトニキって昨日専門の家行ってる？昨日は行ってない。あ、もうじゃあ、もうそれ何もないです。いやー、街角足跡見えたから、俺目線でスナパイさんかゲンさんって言いますってなってたんだけど、まあじゃあもうなんかいいです。俺もトラッカーなんだけど、うん、初日が街角が俺ん家来てて、で、昨日がタダノンが全のんち行ってて、うん、で、今日マチカがタダノンち行ってる、うん、うん、そうだね。いや、なんかすごく正しいのそれって。合ってんじゃない？合ってるよ。いや、合ってるの結果的にマチカの魔術が否定されたし、ボマーでもなさそうじゃない？うん、うん、同じ院に行くなら公民ち行ってないからね、俺の目線。あ、同じ初手で。そうだね、初手小梅ちゃんち行った人だね。結局そこの源平合戦になるんじゃないですか。あと俺もじゃない、結局バカだったから。そうだから、ネズミモーション出てるよ、菅さんと今の話で町川さんが弾かれて、残りは多分全部あり得る。
伊賀子って後回しでいいポジじゃねえのって思っちゃってんだけど。ごめんね、伊賀子結果さ、行ったとこだけもう一回もらっていい？はい、初日ただのんが在宅で見えてて、2日目アルトヌキが千奈の家に見えてる。うん。で、3日目町家がトータスさんの家に見えてる。はい。で、襲撃的に千奈が罠踏んで、両毛原襲撃、原守りっていうルート自体は合ってるはずだと思って。うん、でよなそこの男4人並べ。男4人って俺は結果正しいんだ。3人だろ。そうだ。あ、そうだ。そうだ。3人並べ。あ、結果正しいです。したいかな。うん。これポリスで初日ただの家から出てない、2日目スミレオスが家から出てないから赤否定で、最終日源さん止めに行ったけど、源さんは盾を使っていないと思われる、動いていないから。はい。出てないです。昨日はというわけで、俺視点はゲンさんが結構魔術師ヒット1っていうことだけとか、はいはい、私を魔術を起する、うん、まあだったらあれでも、まあ、言わないかな。まあヒットってだけね、俺が死んだった場合、うん、スナパイさん新市長だと溢れない、うん、私が魔術を起になると、まあ、ボマーと5人出てるかすでに一応、うんうん、で言っとくけど生存者の中にドクターがいるの分かってるんで僕は。そうなんだ。電車だよって。だから、うん。だから主張できる。じゃあもう、てかまあ、町家がドクターで、医学スナッパー、ゲン、ローラーで。どっちからにする？任せるよ。それただのに任せる。マジで？じゃあ、私のあの感じはサバイバーだと思ってください。じゃあ、ペッ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 。はい。まあ、二択の時はね、こうなるの。まあ、まあ、どっちからかなってなるけど。ボマーしゃーないね、ボマーね、うん、じゃあ次はあそこのおはげさんで。おはげさんじゃないのよ。ブレシテンは医学を魔術否定します。あ、そうなんだ。そうなんだ。行き先当てられる？一応。え、スミレオスが。合ってるよ。いや、それはアルトさんの結果に合わせられるから、全然私視点では信用できない。いや、でもアルトさんは死んだからな。でもこれさ、でもこれ、うん、青って。いるんだよ。もう一人いるよね、これね。いるんだよ。私視点、私サバなんで、あと残ってるのは魔術だけなんですね。で。いや、そしたらさ、だって、原産目線、はい、青い。青アルトさんってこと？え、今の下りをだからどういうことこれ？え、これ町かってさ、昨日アルトニキが言ってたけど両方合ってるんだよね、うん、合ってるよ、両方合ってんだ。そう、1日目はワンチャン分かるけど、うん、1日目はね、アルトさん家行ってるからワンチャン分かるけど、あ、そうだね、3日目はさすがに分かんないと思うんだ。いや、これバチ当てしてると思うわ、うん、で私が魔術で置かれます、これ。私初日にあのカミングアウトをした上で、そこから、あと砂場さんが結果ボーマーだったわけですけど、うん、あの動きを魔術でやるふうには見えんってほしいけどな。いや、だとしたら町家目線は伊賀子さんボーマーの原産魔術だと思うな。そして伊賀子さん釣りからか。いや、ボーマーは砂場さんで落ちてるんですよ。あ、じゃあもう一本、青を向いているから、そう。でも私 私はもう自分がサバだって知ってるんで、ゴーストの可能性、魔術落とせば終わりなんですけど、俺の目線だと伊賀子が動ける青かな。だよね、そうだよね、あって青はそうだね、ゴーストの可能性もなんか仮にゲンさん魔術だとしても青が1枚足りないよね。え、だから伊賀子さんなんか言ってんじゃん。いやみんな目線で俺でいいんだよ。だから俺でいいんだけど、俺目線だとそれがおかしいから、トラッカーのバチ当てかなと思ってさっきの聞いてるんよ。伊賀子の目線だと俺が青にしかならないんじゃないか、ほぼ。そうだよ、ね、もしくは町か、いや町かは俺から、いや、もっと青の候補がいると思ってて、スミレヨスが初日にネズミだから、そう、厳密なこと言ったらヨスガさん以外はみんなあるんです。じゃあ俺ヨモさん青のパターン、いや俺ヨモさん青のパターンあんのかなって思って、ヨモ青のパターンって塗ってるんだよ、ね、塗ってるヨモさんは絶対人外だと思ってんだけど、そしたら赤が足りないかも。そのブレイマー候補が結局俺になるんじゃない？そう。え、でもバチ当てすぎ。いや、バチ当てすぎ。いや、
うん、まあそうだよな。で、岩子さんだった場合、ただのアルト、マチカ、で、スミレ行ってるわけでしょ。きついんだけど、ボマーだったら。伊賀子さんのボマーケアから釣るのがいい気がする。いいと思うけどな。いや、でもゴーストだったらスミが死ぬからファイトって感じなんだよな。そうだね。そうだ、まあ、でも伊賀子さん釣るわ、マチカ。まあ、行こう行こう行こう。行こう行こう。伊賀子なんて。あ、いい。とりあえず、話聞いてほしいんだけど、アルト抜きは人外でいいと思うよ。マジマジで、うん、マジでバチ当てなのに、バチ当てだけど、うち2つはね、うん、当てられるし、うん、まあ、バチ当てなんだ、バチ当てだと思うな、一緒にね、すんなえ何が何がじゃないよ、バチ当てすか、アルトさんのすごくね。原産を残す進行でやる場合って俺残さないと勝てないから、伊賀子を青っぽく見せれば原産の票はまだ得られるかなと思った。はあ。へえ。これでもバチ当てアルトさんがお見事ということで、マチカさんに入れましょう。ただのんトータスどっちかの択だったんだけどね。マチカが言ったやつ。打った先じゃない方言っただけ、うんうん、マジか、うん、まあアルトからしたら一箇所当てればいい感じだよね、うん、あれね、そうだね、あとはバチ当てでもない、あとね、伊賀子も結構ね、そうなんだよね、スミスミのとこ行ったの間違ったかなと思って、うん、スミかスミかタダノンなんだけど、タダノンとこは多分行かないから、いかない、いかない、もうちょっと変な場所行きゃよかったなと思って、変な場所行ってたら俺はもう終わってた、ボロボロです、終わってた、まあでもその場合も別になんか俺の方から死にそうなんだけどね、それまでの資料が高いから、すごいな、いやーすごい、うん、多分俺死ぬなと、ね、勝てねえなと思ってた。そうそう、原産を魔術っぽく見せた場合ってもう一青がボマっぽくなるから、だから男4人並べって言った時、あるとお前勝手にいなくなりやがってよ、おい勝手にいなくなりやがって、勝手に勝ったんだから、並ばねえよさすがに、お互いなまっちゃうんちか。